カタマメマイマイは何番マイマイかに分類される陸生の巻き貝の一種。草地などに住むから計6ミリメートル前後の小型のカタツムリである。カタマメマイマイ属レピダピッサムのタイプ種で2016年時点では一属一種。俗名のレピダピッサムはギリシャ語のウロコの連結系。ラテン語の豆、首相名のコンスプイラはラテン語で円錐系ラトーでいずれも殻の特徴にちなむ。 和ミ用の、ケンマメは、大豆などを言ったり、固く煮たもの。古くは、ウロコマメマの別名もあったが使用されない。韓国名は、原木採者による、ドイツ名は、ケジェルスピッツッチシュイナーケルシュネク。角表には、微細なリンペ片ンがある黒っぽい。個体生外は、体か5から6ミリメートル前後、角形6から7ミリメートル前後。小型の生外では、角鉱山。 8ト、mm、ル、各径4 8 5ト、mm、ルの記録もある。全体にコロンとしており、生害の螺層は約5層余り、螺層は拡張に向かって円錐型に高まる。角螺層は弱く膨らみ、方合は明刻される。終焉はかすかに角張ることもあるが、概ね、丸みを帯びつつ確定に移行する。確定中央には狭いへそこが開く。体層は大きく。 空口側から見ると空高の2、3近くの高さを占める。幼がいの空口は薄く単純だが、十分に成長した生誕は、カ空口外縁が反転して、更新を形成する。成長線は、多少荒く、全面に空側が変化した微細な臨片を多数備える。特に若い個体では、臨片がよく残存して、ビロード様に見えるが、生誕では臨片が脱落して、 臨篇器部の下流彫刻のみになっているものもある。いずれの場合にも、舐めわさは、ほとんどない。殻は、幾分かの透明感を持ち、やや薄質だが脆弱ではない。全体に、赤褐色から淡かし色で反紋などはない。若く新鮮なものは、赤みが強いことが多く、時を経たものは、淡かし色になる。露出部の姿は、他のカタツムリと同様で、 頭部には先端に目のある大触角と小触角が一体ずつある。露出部の色は泡バイ色のものから全体に黒っぽいものまで変異がある。外頭膜には不規則な網目様の反紋があり、生地には殻を通してそれが見える。そのため外頭膜に黒い部分が多い個体は外見全体も黒っぽく見える。姿勢部は単純で野能を描く。 有性部が発達する場合、陰形症は非常に太く大きく、陰形は細く長い。無知上気は大きく、先端に向かって尖り、臨場のくびれはない。これに対し、外見がやや似ている、オーベソマイ属マイ,イージスタでは、大部分の種が野能を持ち、無知上気には多数の臨場のくびれがあるなどの違いがある。また、本種の生殖期は、小笠原諸島に、 固有の塊埋賊マンダリナのそれに似ているとする意見もある。このグループは本来同一個体が有生部と死生とを持つ私有動体であるが本種では多くの個体でオスの交尾器官が発達せず死生部のみであることが報告されており1950年代に三重県伊勢市で採取されたものでは 十数個体のうち生殖器が完全なものは2個体だけで、大部分は有生部が萎縮していてほとんどを認められず、2004年に滋賀県米原市で採取されたものは、生涯5個体全てで陰形を書いていたと報告されている。乾燥した枯れ草状で休む、個体河川敷や海岸、石灰岩地などのやや乾燥した草原のほか、工作地周辺の雑草の生えた空き地など、 道端の雑草地などで見つかることも多い。そのような場所で落葉会や石の下、あるいは草や低木場などに見られ、気温が摂氏30度を超える日中でもクズの葉の上に多数の個体が付着しているのも観察されている。日本国内での基地の産地は多くはないとされ、多湿な日本には生息高的地が少ないことが理由の一つとして推定されているが、 岡山県高橋市成和町には例外的に多産地がある。また、愛知県の矢萩川の上、中流域の下半林は、本州の健全な個体群を維持している数少ない環境であるとも言われ、他の陸産海類にとっては必ずしも公的ではない下半林の荒れ地は、競合種が少なく増水時には流域に浮遊分散できるなどの利点もあり、 本種が生存戦略として厳しい下半輪環境を有効利用している可能性も推定されている。生息地ではしばしば群生することもあるが、一度記録された地点でもその後に消滅することが多いなど、個体群の象徴が激しいとされる。例えば、1969年に神戸市名田区の六甲学院の敷地内で見つかった個体群は発見当初は、 ヒラドツツジ等の植え込みに多数生息していたが、大きな環境変化がないにもかかわらず翌年にはほとんど見られなくなり、2から3年のうちに完全に姿を消した例が知られている。このような不規則的で突発的な個体群動体の理由については、よくわかっていないが、本種の大部分が生殖期に陰形を書くことから自家受精で繁殖していると推定されており、 そのことと何らかの関係があるのではないかとも言われている。寿命その他は不明である。片豆マイマイ族は伝統的に同じマイマイカブレイディビニレイに分類されていたが、生殖期に矢ノを描くことから一時期それを特徴の一つとする何番マイマイカ米ニレイに置かれたこともある。20世紀後期以降は再び同じマイマイカに分類されるようになったが、 分子系統解析からは、同じマイマイカ自体が、何番マイマイカから単系統群として区別できないとの研究結果が出され、かつての同じマイマイカは、何番マイマイカに包含されることとなり、カタマメマイマイ族も何番マイマカの同じマイマイカに置かれるようになった。カタマメマイマイ族レピガピッサムは、姿勢部に野能を描くことや描く表の臨辺などから、同様に野能を描く種も含まれる。 オーベソマイマイ族イージスタに近いとみなし、そのア族として、カタマメマイマイをタイプ種に創設されたが、後に独立の族として扱われるようになった。2016年現在、本族に分類されているのは、本族のタイプ種のカタマメマイマイ一種のみである。本種の学名には長期間、ベラコザ・リンハート、1877、あるいは変更された俗名の性に従いベラコッサムの、 なが使用されてきた。しかし1992年に、より記載年の古いヘリックスコンスプイラファイファー1851のタイプ標本の写真が公開され、その特徴が本種に一致することが明らかになり、学名の選手権のルールから片豆マイマイの学名は、ベラコッサムからコンスプイラにとって変わられることになった。一方、コンスプイラは、それまでは、 大きさや殻型が似た別種の塩水マイマイに誤査定されてその学名に使用されてきたもので、塩水マイマイという和名もコンスプエラーを和訳したもので、あるが、このことにより塩水マイマイの学名も変更が必要になった。一族一種で、少なくとも日本には国事種はいないが、日本産のうちでは、オーベソマイマイ属イージスタに分類される種のうち小型で、ラ倒の高いものには、 多少似たものがある。しかし、下記の通り、いずれも片豆米米より、トーが低く、へそ甲が広いことで識別できる。また、中国大陸から別属の種として記載されているものの中には本種に似たものがあるが、十分に調べられていない。人間にとっての直接的な利害関係はないが、環境の人為的改変が本種の生息状況に悪影響を及ぼす。 可能性がある。同時に人間による荒れ地や基地の喪失が本種に公的な生息環境を提供する可能性もある。ありがとうございます。